ッカー王国ブラジル、またの名を王様ペレの国。1940年に産声を上げたワールドカップにこれまで19回の出場を果たし、5度の優勝を成し遂げてきたブラジル。しかし国民が惚れ込み、今でも伝説として語り継がれているのはわずか一つ。王様ペレが率いた1970年のチームだけ。それは映像ではほとんど見られないスチールの中の世界、もはや骨董品のような存在。44年という長い歳月の中で人々の記憶の片隅にしか残っていない英雄たち、未だ誰一人王位継承には至っていない。フランスの将軍と呼ばれた男はその地位を喜んで後輩に譲り、アルゼンチンの神の子は新たに誕生した子供の実力を素直に認めた。ではこの男は。 This year Brazil doesn't have one big player yet. We have the new Neymar. It's the first World Cup. Nobody knows how he's gonna act. 過去にすがるしかない王国のプライド、探し求める国民を歓喜に導けるヒーローはこの男か、この男か、この男か。2014年ブラジルワールドカップ、重き十字架を背負いし男たちの開幕戦、誕生するか伝説のチームとサッカーの王様。決勝まで32日間、いよいよワールドカップが始まります。フットボーラーにとって憧れでもあり、誰もが敬意を払う国、そんなブラジルでのワールドカップです。今回でワールドカップは20回目、節目の大会を迎えています。開幕戦の舞台サンパウロアリーナはすっかりこの黄色に染まって、ごく一部のクロアチアサポーターです。このワールドカップの開幕戦には2006年のドイツ大会から開催国が登場するようになりました。ブラジル対クロアチア、 2014FIFA ワールドカップブラジルはこのカードで幕を開けます。まずはクロアチアのメンバーが今ピッチに入るのを待っています。2大会ぶりのワールドカップ、4回目の出場です。いきなり相手はブラジルということになりました。そして最多5回の優勝を誇るブラジル、しかしこの多くのサポーターの心の中にはまだあの1950年、前回のブラジルワールドカップマラカナンの悲劇が心の中に住み着いています。優勝を逃したあの一戦の雪辱を64年ぶりに晴らすことはできるでしょうか。決勝までの7試合です。まずは開幕戦です。6万5807人収容のサンパウロアリーナ、キックオフの時を今か今かと待ちわびています。クロアチアのニコ・コバチ監督は、我々にどれだけのポテンシャルがあるかはこのブラジル戦が物差しになると話しました。98年フランスワールドカップ3位のクロアチアです。さあそしてキャプテンのチアゴ・シウバを先頭にセレソンのメンバーがやってきました。ブラジル代表です。キャプテンのチアゴ・シウバはこの大会ブラジルにとっては優勝しかない、2位や3位では意味がないんだと、そこまで話しています。64年分の思いを背負った
セレソン、ブラジル代表です。全世界が注目するサッカー王国でのワールドカップの開幕、オープニングマッチです。そして史上初めて日本の審判団がワールドカップの開幕戦という大役を託されました。西村さん、相良さん、凪さんの姿も見えました。国民の大きな期待を背負ったセレソン、ブラジル代表スコラーリ監督、一方クロアチア、この開幕戦で大金星を狙います。グループ A、 ブラジル対クロアチア、スタジアムのサポーターからはすでに大きな声が飛んでいます。キャプテンのチアゴ・シウバの目にはもうすでに涙が浮かんでいます。これが母国でのワールドカップ、そしてオープニングマッチです。選手たちの思い、そして胸が大きく高鳴ります。ブラジルの選手は今全員でこうやって一つになります。日本の審判団を先頭に、さあ両チームの選手の入場です。アジア代表がやや早めにピッチに整列します。そしてゆっくりとさまざまな思いを背負ったブラジル代表、最後に登場がネイマールです。両国の国歌の演奏です。3試合目のカメルーン戦が難しいので、今日ですね、まずこういう状態で勝てたのが大切です。ただその中で決めるべき選手が決めてくれました。ネイマール選手の動き、2ゴールいかがでした？ネイマールも難しい面はありましたが、やっぱり決定力があるということは証明しました。2点を決めて、とても重要な2点ですね。それも大切な時間帯にできたということですね。ですから素晴らしいパフォーマンスだったと思います。他にも光った選手、良かった選手というのはいかがですか？私が気に入ったのはルイス・グスターボですね。彼は非常にポジショニングがいいと、あとダニエル・アオビス、オスカールは前半は悪かったですが、後半は素晴らしかったと、ファンタスティックだったと、ネイマールよりも後半は良かったと思います。はい、ということで今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。元ブラジル代表ジョルジーニョさんのスペシャル解説でした。ありがとうございました。さあ、そして